リンカーアンパークはアメリカ合衆国入りの異衆シ,シカゴのミシガン湖に面した490ヘクタールの広さの公園。南北に長く11キロメートルに及ぶシカゴ最大の公共公園であり、レクリエーション施設として15面の野球場、6面のバスケットボールコート、2面のソフトボール場、35面のテニスコート、163面のバレーボールコート、付属建物、 および一つのゴルフコースがある。船舶施設を備えたハーバーやパブリックビーチもある。手入れされた庭園、動物園、温室植物園、ペギーノートバーと自然博物館等が所在し、夏季には古城シアターで野外パフォーマンスが模様される。アメリカ合衆国国家歴史登録財に1994年登録。百四十三年に設置されたシカゴ市の墓地が、 リンカーンパークの始まりである。これは後に、無縁墓地、カトリック墓地、ユダヤ墓地、一般市営墓地に分割される。1852年には、デイビッド・ケニソンが市営墓地に埋葬された。他の埋葬された著名人には、シカゴ市長のジェームズ・カーティスがいるが、その遺体は墓地を公園化した際に失われた。これらの墓地は、 1859年までシカゴ地区唯一の墓地であった。1860年、シカゴ市議会は墓地を公園に変更することを決定した。1865年にはリンカーン大統領を記念して現行園名になった。今日でも空地霊廟はリンカーンパークが墓地であったことの最もわかりやすい例としてシカゴ歴史博物館の裏で木に囲まれて立っている。 埋葬されているイラクウチは、シカゴの最も初期の時代の宿屋の主人であり、トレモントハウスを1835年に開いている。リンカーンパークに埋葬されているのはクウチだけではない。1871年のシカゴ大火により破壊死が、破壊されたことも一因となり、残された埋葬遺体を取り除くことは困難だったのである。1998年にも、パーク内での工事作業中、 19世紀以来、残されていた遺体が掘り起こされている。今日のリンカーンパークの地から移転された墓の大規模で、重要な一軍として、ギャンプダグラスで死亡した約4000人の、南軍戦争捕虜たちの墓がある。1862年から65年まで、そこに捕らえられていた捕虜たちは、その北軍の悪名高い監獄での飢餓や病気、急防による劣悪な環境、現在、墓所は、 シカゴ南部のオークウッズ墓地で見られる。4000平米の集団墓地と1895年に南部の人々やシカゴの支援者により混流されたモーニュメントは、亡きを北部に埋葬された南部人たちを永久に祀っている。作家のジョージリービによれば、多くの南軍捕虜の亡きが、かつて無縁墓地があった現在の野球場でなお見つかるという。1968年の 民主党全国党大会では会議場周囲やグラントパーク、オールドタウン地域で生じた武力衝突がクラークストリート沿いのリンカーンパークでも発生した。リンカーンパークが有名なのは年中無休で無料のリンカーンパーク動物園によるところが最も大きい。動物園には子供のために2つのセクションが設けられており、その一つのプリッツカー・チルドレンズには子供が遊べる 屋内施設がある。もう一つは、ジョンディー提供の農場エリアであり、豚や牛、馬などの農場にいる動物が飼育されている。子供は動物に餌やりをしたり触れたりできるほか、父搾りの様子を見学することもできる。リンカーンパーク動物園の南端あたりにある、リンカーンパークラグーンでは、手漕ぎボートのレンタルが可能。子立ちに囲まれた池でのリラックスした時間や、ボート漕ぎを楽しめる。 カヤックやカヌー、ボートを持ち込む人々もいる。ウィリアム・シェイクスピアの造植物園近くに立つフリードリヒ・ホンシラーの彫像リンカーンパークは彫刻でも有名である。動物園やパーク内を歩く人の目にはシカゴの優れた芸術作品が数多く入ってくる。グラントパークにエイブラハム・リンカーンの彫像があるようにリンカーンパークにもユリシーズ・グラントの彫像が 動物園南端のキャノンドライブを見渡すように立っている。またリンカーンパークにあるリンカーンの彫像、リンカーン立像は、グランドパーク内のリンカーン像の制作者でもある、彫刻家、オーガスタスセントイコール号によるものである。リンカーン立像は、シカゴ歴史博物館の裏手にある。グランドパークとリンカーンパークの両方に彫像があるもう一人の人物は、アレクサンダー・ハミルトンであり、 リンカーンパークにある像は、ジョン・エンジェルにより制作された。リンカーンパークには運動場、ゴルフコース、テニスコート、船舶施設、フットボール場、野球場、サッカー場、乗馬場などのレクリエーション活動ができる場所が多く、ある。温室植物園の隣、フラートンアベニューの北にある、ノース池は、在来のプレーリーを復元した、小さな池である。 在来の植物は多種の鳥、カメ、カエル、さらにはビーバーなど、極めて多様な野生生物をこの都市部の池に呼び寄せている。他に、大アオサギ、ゴイサギ、アメリカササゴイ、マガモ、アメリカオシ、ウタスズメ、キツツキが通常見られる。ありがとうございます。